はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。皆さん、スタインリヒというピアノメーカーご存知でしょうか？結構手作りで、いいピアノ作ってまして、私は好きですね、結構ね、よく入ります。で、この間入ってきたのはヨーロピアンデザインの小型のですね、スピネットタイプという、まあ可愛いでいうと KL11KF とか、ああいうめちゃくちゃおしゃれなデザインのものが入ってきたんです。今回はね、可愛いでいうと US タイプと言われる、まあヤマハでいうと W102 とかね、グランド譜面台が上についてるタイプの、まあ、超高級モデルなんですね。で、まあ、スタインリヒの中ではおそらく当時一番高かったピアノだと思いますが、それが中古で入っております。ご覧ください、こちらですね。はい、見てください、これいいでしょう、これね、豪華な、ちょっと高級な感じしますが、まずね、特徴が猫足、こういうね、縦に曲がった猫ではなくて、本当に丸い、細いね、カモシカのように細い。そして外装の木目がすごい綺麗なんですが、このようにぼかしが入ってると、そう、結構難しいんですよ、これね。非常に凝った塗装ですね。こういうところもちょっとしたところが周りだけぼかしを入れてあるでしょね。3本ペダルの木目が綺麗に出てるグランド型譜面台がね、なんか連弾とか兄弟で弾いたり親子で弾いたりするとき、楽譜2つ置けるのでね、2つぐらい置ける、広いですね。ここスライドタイプ、スライド、これね、こういうスライドして開け閉めする、まあ、これヤマハのモデルと同じようなね、設計になってます。そして中です。スタインリヒ S180EA というモデルです。製造番号は47497。中身はこういう状態ですね。はい、こういう状態ね。はい、じゃあちょっと音を、まあ、ちょっと外装の傷の状態もちょっと見てもらう。そんなないですね、すごい綺麗ですね。これはこんな豪華なピアノが家にあったら幸せだと思いますが、さあどんな響きがするのかちょっとお聞かせしたいと思いますが、ここに置きますね、いつものように。はい、響きを聞いてください。スタインリヒは結構今までもそうですが、華やかな、結構明るいね、響きがするピアノですが、さてこれはどうでしょう。あ、やっぱりそうですね、明るい。音が狂ってるのでシャリシャリしますが、調律したらもっと変わりますね。はい、調律がずれてるのが残念ですが、冬のソナタの中のマイメモリーというね、マイメモリーやったかな、はい、コンピューターの部品じゃないですよ、マイメモリーというね、メモリーじゃない、メロディー、何やったかな、そんな名前だと思います。はい、スタインリヒの、型番が S180EA というものです、ね、覚えときよと言われそうですが、こういうピアノを待ってたんだと。見た目も素敵、音も素敵、タッチも素敵ね、そういう高級モデルを探してた方、そしてヤマハカワイにはない、こういう手作りピアノメーカーの良さね、そういうところを感じたいという、人の持ってないようなものを持ちたいという方とかはいろいろあると思いますが、そういう方、中古ピアノというのは1台限りです。よくあるんですよ、このピアノ仕様を持ってたらパッと商談が入ってしまったとかね、しもたっていうのもしょっちゅうありますから、5分違いとかいうのもありますからね、まあ、気になれば、まあ、とにかく早く連絡はください、ね、今年末ですが、お正月もメールの返信は私がしますから、先にね、言っていただいた方を商談で抑えるので、おっしゃってくださいね。はい、スタインリヒの S180EA のご紹介でした。それではさよなら。